こんにちは、まーです、ラスクラやっていきたいと思います。はい、ということで前回ね神引きできたヤシャマルなんですけど、まだね全然育成はできてないですね。限界突破3つしてレベルをなんとかここまで上げたって感じで、まだ能力解放とかもしてないんですけど、ガチャ調子に乗ってねまた引いていくんですけど、いやまあこれもねまた引きたいんだよね。本当はねこれ期間長いよね。これかな、 1.5 周年記念スペシャルチケットガチャ19枚。でこれみんな何本あんの何本あるのが普通？あ、でも私ね、グランゼリア釣り大会やってないんですよ。でも、ログボアニバーサリーマッチ。いやー、多分もっともらえてんだろうね、本当は。なので、ちょっとね、半端な数で申し訳ないんですけど、ひとまずね、溜まったので、溜まってきたのでね。まあ、ワンチャン、ワンチャンっていうガチャだよね、きっとね。いきます。どうしようか。10枚ずついこうか。まあ、半端で19連だけどね。いや、ちょっとね、調子乗ってます、完全にね。まあ、運は使い果たしたと思うんだけどね。思うんだけど、黄色！みんな来ちゃう！まあ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 、赤来てもね、被りってこともありますから。油断しない、油断しない。すぐ調子乗っちゃうから。はい、赤！からの？あれ？これユニット演出だよね？合ってる？でもさ、これさ、被らないとは誰も言ってないんだよね。演出来たからって。私は期待しない。2個あるよ。あ、止まった！え？嘘！己が信じる正義のための力。邪魔する者は切り伏せるまで。ありがとうございます。待って。私さ、こういうの、なんて言うんだっけ、限定、あれ？でもさ、ランスベルってもう、あれ？ごめんね、ちょっとさ、ラスクラサボり気味だからね。あれ？ランスベルとエリザってもう限定英雄祭、なんだっけ？英雄降臨祭？限定じゃないんだっけ？限定は限定だったっけ？ちょっと教えて、みんな。嬉しいんだけど。でも強化入ったよね。はい。いや、ちょっとやっぱこれ来てんね。来てるんですわ、私。調子乗る。あー、青ね。あ、みんな来なかったね。まあ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 。もらったチケットなんでね、本当に。いやいや、もう十分大収穫です。本当にありがとうございます。あー、オッケー。黄色かな？あー、いいよいいよ。全然心広いから、今。いや、マジか。いやー、ありがとうございます。いや、やっぱね、なんかね、来ると思ったの、正直。私、今、波来てんじゃねえと思って。でも、あれだね、真珠レイとか、映像のシンとか、ロギアとかも入ってたから、そっちはワンチャン欲しかったなーなんて思っちゃうけどね。いや、でもさ、すごいことだよね。ちょっと待って、確認していい？さ、このさ、あるじゃん。超英雄降臨祭ってさ、これ、あ、出現する英雄降臨祭限定ユニット。あ、まだ入ってたね。ランスベルズ、エリザ。ごめんごめん。勝手に抜けたと思ってたわ。なんで？みたいな。待って。ラグロボス、ベイランド、ローランド、リルモード、ザイクス、リリー、ゾグラス、ダバン、ランスベル、エリザ。私初めてだわ。英雄降臨祭限定ユニット初です。いや、マジか。いや、嬉しいね。嬉しい。まあ、ランスベルはかなりね、初期に実装されたキャラではあるんだけども、いや、全然嬉しいね。いやー。はい、ということでね、まさかのランスベルを引くことができました。
なんだか波が来てる感じがして。いや、ぜひね、みんなちょっとこう、なんだろう、第六感っていうかさ、まあ、たまたま当たったから偉そうに言うんだけどさ、ちょっとね、信じて見るものかもしれないね。あ、来んじゃないと思ったら、来るかもしれない。大体来ないけども。はい、ということでね、ちょっとね、ガチャ調子に乗って引いてみました。よければね、皆さんもしね、なんか、引いた結果とかあったらね、教えてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、よければチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。